どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は羽田空港第3ターミナルに来ておりますということで、今回ですね、はい、とうとうやってまいりました JAL の JGC 修行ですね、開始していきたいと思います。で今回ね、羽田空港第3ターミナルということで、今回からですね、海外発見で JGC 修行してやっていきたいなというふうに思いますので、本日からしばらくはですね、 JGC 修行の動画続くと思いますけども、ぜひね楽しんでいただければなと思います。ということで今ね、羽田空港第3ターミナルの京急のねホームにいるわけなんですけども、こうですね、はい、せっかくね修行なんでね、こちらあの SFC 修行、ダイヤモンド修行の時ねからやってましたんで、ここからねやっていきたいなと思うんですけども、本日ですね、私は JGC 修行ですね、海外発見でやらせていただくということで、でも今はまだ国内ということで、今回ね、まあ、おまけ動画ということで、今回ね私は JGC 修行ねインドのデリーからね発見で行うというふうになりますんで、まずねここから羽田空港からデリーまでね行きたいと思います。で今時刻はですね5時55分ということで、今回始発でやってまいりました。ということでひとまずねチェックインできるかどうかを聞いて、できそうだったら1000エリア入って、もしダメそうだったら、せっかくなんでね展望台、前回も行けませんでしたので展望台見てチェックインしていきたいと思います。ということで行きましょうか。大丈夫かな、チェックインできるかな。ちょっとね時間はね前回ね3時間以上前からチェックインできたんで、ちょっとわかんないですけど、ひとまずチェックイン行ってダメそうだったらね、展望台行きましょう。あとね、あの一つ心配なのはインドの乗り継ぎですね、はい、3時間しかないですよね。でインドの乗り継ぎはねちょっと手続きがめんどくさいみたいで、ちょっとこれがね難しいところです。ということで、まあ行けるかどうかねちょっと聞いてみたいと思います。なんかねインドのあの乗り継ぎはですね、航空会社の方と航空会社の方で書類を作ってもらって、なんかそれでやっていかなきゃいけないみたいな、はい、もちろん私はそんなこと知らずに発見してしまったんですけども、発見した後にね、乗り継ぐ場合はそういう手続きが必要と、まあ、あの JAL のデスクの方曰くですね、はい、平井さんの今のお持ちの航空券で問題なくできるかななんていうふうに思うんですけども、あとはインド政府のみたいな感じでしたね。はい、なんかねちょっと面倒くさい、その手続き上ね、まあ、しかも私は JAL の飛行機で行って JAL の飛行機で帰ってくるんで、だから行った飛行機で帰ってくるみたいな、まあ、そういった感じになりますんで、そこですよね、はい、まあ、ひとまずねチェックインして聞いていきたいと思います。で私はねあの JGC 修行するにあたって JAL クラブ A カードをね発行しておりますんで、まあ、今回エコノミークラスですけども、ビジネスクラスのチェックインカウンターでね利用できるということで、ステータス持ってないですけども、このクレジットカード発行することによって、まあ、これが利用できるということで、そこでねチェックインしていきたいなと思います。あ、結構いらっしゃいますね。はい、いいですね、はい、ということでひとまずチェックインしていきたいと思います。さあ JAL のカウンターを探さないとね、いや ありましたね。ということで今回 F カウンターからいきたいと思います。ビジネスクラスのチェックインカウンターを探しましょう。あ、今回もねあのベリファイっていうね事前の、あれはやってきております。はい、まああれはね、まあ、これは多分説明しなくてもねめちゃくちゃ簡単なんで多分大丈夫だと思うんですけど、ビジネスクラスのチェックインカウンターってどこにあるんだろう。ここファーストクラスだな。探しますということで、こちらでチェックインさせていただいております。ちょっとねあの特殊的な発見なんで、まあ、行った飛行機で帰ってくる的なやつなんだね。デスクの方でね今やってもらっております。ということで、ね、無事発見していただきました。乗り継ぎ分もね全部発見していただきましたんで、このままね出国審査とセキュリティチェックね行きたいと思います。あのビジネスでもねこちら利用しなきゃいけないんですけども、これあれですよね、航空券と、バッグがねあのタグが出てくるんですけど、これね私海外でもやりましたけども、これちょっと難しいですよね。このねあれなんですよ、このモニターありますよね、このモニターにあのやり方がねあの映像でこんな感じで出てるんですけど、表側にないんでね分かんないですよね。あの出たのをバッグに貼って、で引き換えとかもね全部引っ張がしてまあ渡すみたいな感じなんですけど、ちょっとこれはね表に欲しいですねみんなねこれやり方が分かんなくてそのまま持ってチェックインカウンター並んじゃいますよね、うん、これちょっと仕方ないと思います。海外でやった時もね結構分かんなかったです。
ということで無事ね出国いたしました。でラウンジの営業情報ですがこちらですね、はい、デルタにね、スカイクラブラウンジが7月の29日より昔のティアットラウンジアネックスで、ね、営業再開されております。まあ、デルタ航空を、ね、利用されている方は、デルタの上級会員とか、ね、アメプラ持っている方は利用できると思うんですけども、まあ、今回私 JAL ということで利用することができません。ここも、ね、いつか利用したいですね。ひとまず、ね、今回プライオリティパスで入れるこちらに行きたいと思います。ということで、制限エリア入ってきてね、やはり日本はまだ全然やってないのとね、まだね6時37分ということで、人も全然いらっしゃらないですね。はい、ということで、はい、今回はプライオリティパスで、ね、入ります。さあ果たして入れるでしょうか。7月の2日にね、JAL のファーストクラスで行った時は、混雑してるんで利用できませんって言われましたんで、はい、あと、はい、下りと上りを間違えました。ということで入れることを祈って ANA ランチ行きたいと思います。一応ね、前回同様ね、ティアットラウンジの、MI カードゴールドプラスはね保有しておりますので、もしねダメでも MI カードのラウンジは入れます。あのティアットラウンジですね、はい、ということで ANA ラウンジ、ね、とりあえず利用していきたいですね、はい、できればここで朝食をいただきたいです。ということで行きます。はい、ということで入ることができました。シャワーブースがですねもうすでにいっぱいということで、ちょっとねどっちで入ろうか迷ったんですけども、まあ、ANA ラウンジの方がいいかなということで今回 ANA ラウンジに行きたいと思います。はい、ということで予約していきましょう。まさかのこの時間でいっぱいっていうね、この機会でやります。で一応ねプライオリティパスで時間制限はねないそうですんでいいですね。電話番号の SMS なんですね。では待ちましょう。はい、やっぱりこれですね。今回はとろろわかめそばいただきたいと思います。いや ANA ランチは本当に安定しておりますね、はい、でこちらはちょっとね、こちらがスクランブルエッグとソーセージ、じゃがいも、あと芽キャベツですね。そしてサラダでフルーツポンチ、あとお味噌汁かな、これは違いますね、カレーですね、カレーとご飯です。であとはコーヒーマシーンと紅茶、あと緑茶とかソフトドリンクですね、あとお酒でシャンパンとかもあります。でビールサーバー、そしてトマトジュースと牛乳、あとこっちにも日本酒がありますね。ということでいただきましょう。今の ANA ラウンジはね、どのぐらいだろうな、半分も入ってないですね。やはりまだね朝の6時48分ということで、非常に利用者は、ね、そこまでね利用者は多くありません。まあでもここプライオリティパス使うのはすごいですね、はい、今回ね断られずにね入ることができました。ということでお茶と朝ごはんということで、おにぎりととろろわかめそば、ちょっとねうどんとかそばとかめっちゃ嬉しいですね、はい、あと野菜ね、いつもということでいただきます。ここやっぱプライオリティパス入るのちょっとあれですね、ちょっとあれですね、嬉しい、利用者としては嬉しいですけど、 ANA のダイヤホルダーとしてはちょっと寂しいですね、うん、だってやっぱめちゃくちゃいいですね ANA ランチね、うん、ではいただきましょう。いやこのとろろそばうまいんですよ。これがまたちゃんと七味とかもね置いてありますしね。いただきます。うまい。それと一緒にいただけるこの今回鮭のおにぎりにしました、うん、ということで、ね、シャアの街は、1時間半くらいって書いてあったので、はい、ひとまずシャワーを浴びて、まあ、その後ちょっと考えましょうかね。うん、まあ、ここにずっといてもいいんですけども、時間制限なしということなので、ということでちょっとシャワー浴びるまでねこれ食べてね仕事しつつゆっくりしたいと思います。いや本当にめちゃくちゃうまいですね、うん、ということでシャワールーム入ってまいりました。
いやー待ちましたね。今8時4分ということで1時間以上待ったんじゃないでしょうか。まあ、待ち時間ね記載されていたんでもうそれ通りっていう感じですね。まあ、利用されている方が多いのとやはりね見ていただければ分かる通りですね、ANA ラウンジの設備やっぱりでもすごいですね。まあ、シャワーはシャワーなんですけどもこの、ね、石器製が置いてあったりとか、このヘアブラシね、あとシャワーキャップ等々ね、はい、いろいろ置いてあるのとこのダイソンのドライヤーもそうですけどもね、やはり設備が非常にしっかりしてますよね。この前ね JAL のファーストクラスでねあの JAL のシャワー利用させていただきましたけども、シャワーブーツに関してはね ANA 方がねかなりすごいですね。はい、ということでまあ置いてあるものはねあのバスタオル、スリッパ、あとトイレとまあ普通のねシャワーブースなんですけども、やっぱりねはいいろいろ設備がしっかりしてるのはありがたいですよね。で固定式と可動式のシャワーがねありまして、アメニティはねこちらに置いてあります。ポーラのやつですね。はい、ということで髪の毛もねワックスでガチガチに固まっておりますんで、ひとまずねさっぱりしてから、登場ねしていきたいと思います。ということで ANA ラウンジね出てまいりました。いやね帰り ANA ラウンジね並んでおりましたね。多分あれですね、私も前回10時半に来て断られましたんで、多分あの感じだとね入れない方もいらっしゃると思いますね。ではティアトラウンジ行きましょう。あと登場までね2時間くらいかなありますんで、まああとはそこでゆっくり仕事しつつ登場待ちたいと思います。とうとう始まりますね JGC 修行が。まあ、今回は修行路線ではないですけども、海外派遣の事前路線ということでワクワクしてきましたね。ということでこちらですね、行きましょう。ということでティアトラウンジ入ってまいりました。いや相変わらずガラガラでいいですね。はい、ANA ラウンジは先ほどね並んでおりましたおそらく前回私ね10時に来た時に断られましたので、もしかしたら入れないかもしれないですね。ということで、いやこのティアトラウンジはね本当にいいですね。ぜひ皆さんこれから海外行かれる方で、ステータス保有されてない方ですね、ぜひティアトラウンジね利用してみてください。今ねあの年会費初年度キャッシュバックキャンペーンやっておりますので、概要欄にね載せておきますのでぜひ利用してください。あの発行の翌々月末までにいくら以上使うと年会費キャッシュバックみたいな感じでねやっておりますんで、今ねこのラウンジね3人しか利用しておりません。はい、今ね9時ぐらいなんでかなりいいんじゃないでしょうか。もちろんここにもねシャワー、食事、お酒も、まあ ANA ラウンジよりかね食事のレベルはちょっと下がりますけども、やはり空いているというねこの贅沢といいますか利用しやすさ、これはね間違いなくいいと思います。でもねちょっと今ねあの窓際の座席にいるとね非常にね飛行機はこんな感じでめっちゃ綺麗に見えるんですよ飛行機。はい、めっちゃいいですよね。めちゃくちゃいいんですけども、座ってる座席からはめちゃくちゃ眩しいっていうね。はい、でもいいですよね飛行機好きな方は。目の前に止まってるのは ANA のトリプルセブンですかね。はい、めちゃくちゃかっこいいですという感じですので、ぜひね、はい、発行検討してみてください。私もね今回このキャンペーンに乗って発行しましたけども、昔はポイントサイトとかね案件めっちゃ出てたんですけど、まあ多分このコロナになるちょっと前ぐらいにね下がって、もうそれっきり上がってないんでね、多分ねポイントサイトはしばらく出てこないんじゃないかなと思います。ということで安定のトマトジュースで、あとね1時間ちょっとぐらいでね登場となりますんで、まあ待ち時間はね仕事しつつゆっくりしつつ過ごしていきたいなと思います。じゃあいただきます。あ、これめっちゃうまい。無添加 100% なんだ、すごいですね。めちゃくちゃ美味しいです。多分ね今日10時半ぐらいのフライトなんで、多分乗って早々機内食があるんじゃないかなと予想しておりますので、ひとまずねあんまり、まあ、先ほどもがっつり朝ごはん食べましたけども、はい、それでねちょっとここではねあのもし食べてもね枝豆ぐらいにしとこうかなと思います。あの食事内容はね前回の JAL のファーストクラスのね動画であのこの中ね紹介してますんで、よかったらそっちも見てください。ということでしばらくゆっくりして登場を迎えたいと思います。ということでラウンジをね出てまいりました。
やはり制限エリアはねもう10時過ぎたんですけども、まだねやってるお店ありますね。はい、これにシャネルとかももうブルガリとかもねやってないですね。はい、店頭の商品すら置いてないんでしばらくねやらないんですかね。はい、ということで今回ね112番ゲートということで結構ねラウンジから近かったですね。はい、ということで間もなくね登場開始になると思いますね。これね待ちたいと思います。今回乗る機体はありますかね。多分ねそんなにトリプルセブンとかじゃないと思うんですよね。はい、あ見えるかな。本日乗る機体はこちらですね。ちょっと分かんないですね。ということでもうしばらくこれで待ちたいと思います。ということで本日はこちらですね、10時45分 JL39B、 あと10分ぐらいですね、これでちょっと待っていたいと思います。どんな感じのフライトになるでしょうか。今回エコノミークラスとなります。ですんでね、ステータスを持っておりませんので、搭乗順番の通りね、搭乗していきたいと思います。それでは搭乗開始しましたので搭乗していきたいと思います。先ほどまで隣いらっしゃらなかったんでどうでしょうか、どんな感じになるでしょうか。もしかしたら埋まるかもしれないですね。では行きましょう。どうも。どうも。いやあ、国際線なんて。ありがとうございます。ということで無事登場いたしました。今回28-A という座席ですね。今回はボーイング 787-8 です。 JAL の飛行機で初めて乗ると思います。いやいいですね、はい、非常に新鮮です。ということで座席見ていきましょうか。モニターはね今回国際線なのであります。はい、でここに USB ポートですね。こんな感じのシートピッチになってます。まあでも一つ分あるんでまあまあですかね。まあ広いか広くないかって言ったらまあ広くはないですけどね、まあエコノミークラスとしてはこんなもんじゃないでしょうか。であとはねここにカップホルダーがあって、この中は安全のしおり、あとシャルショック、あと、まあ、Wi-Fi サービスとかのご利用ガイドも載って入ってますし、チャリスカイワードも入ってますね。はい、こんな感じになります。座席はねこんな感じです。まあ、ここでねこんな感じで寝れる感じになります。で外ですね、今回は窓側今回も押さえておりますんで、ちょっとね柱ちょっとね外捉えづらいんですけど、まあこちらでね外見れるかなっていうところですね。ということで約ね7時間ぐらいのフライトですかね、楽しんでいきたいなと思います。久しぶりのエコノミークラス登場しております。それではねもうしばらく飛行機動くまで待ちたいと思います。この便は日本航空39便、インディラガンディ国際空港行きでございます。この便はスリランカ航空ビッタヤとの高度シェア便でございます。本日は出発時準備に時間を要したため皆様の出発がただいま5分ほど遅れておりますことをお詫びいたします。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instruction。 を直接鼻と口に当ててください。 Attention passengers, if oxygen masks are carried, please remove your face mask and place an oxygen mask directly over your nose and mouth。
ました。約7時間半のフライトですね。楽しんでいきたいと思います。いや今回エコノミークラスですけども、隣さんいらっしゃらないんでかなりありがたいですね。ちょっと埋まるかヒヤヒヤしてたんですけども、ありがたい限りです。では楽しんでいきたいと思います。ということで、ね、今ね、離陸して1時間半ぐらい、ね、経ったところなんですけども、ね、先ほどねアナウンスが入りまして、この便はねインドのデリー行きということで、特別食をね要望する方がかなり多いということで、その方からね先に食事を出すっていうアナウンスがありました。でそれでですね、それがひとまず済んでドリンクサービスが始まったところでね、結構揺れがひどくなってきまして、今ねシートベルト着用サインがね点灯いたしまして、で飲み物の提供中止っていう感じで、機内食もねいただけておりますという感じなので、もうしばらくね安定したら多分再開すると思うんですけども、まあ、今のところはですね、消えましたね。群馬なんでこれから再開されるか、消えましたんでこれから再開されそうですね。ということでもうしばらくしてもね、あアナウンサー入りました。ということで今から食事が始まります。ということでもうしばらく待ちましょう。ということで機内食に到着いたしました。いただきましょう。こちら牛肉のごぼう煮みたいなやつですね。あとパスタとほうれん草の和え物と、これはチーズか違うか、はい、あとサラダもね非常に美味しいですね。あれですね、エコノミークラスの機内食でハーゲンダッツまで配られるんですね。これちょっと驚きでした。ということでいただきます。これお茶です。食べれるのいいですね。美味しいですね。ビンゲンと牛肉とごぼうが入ってた、味付けも濃すぎず美味しいですね。これ何味って言えばいいんだろう。甘辛い感じで、とても美味しいです。あとこちらでパスタ、サラダパスタみたいな感じで非常にさっぱりして美味しい。これなんだろう、オリーブオイルどうしようですかね、味付けとしては美味しいです。あとこちらはほうれん草あえみたいなですね。これ何でしょう、ちょっと何か分からない。いただきます。チーズの味がする、なんだろうこれ、何かはよく分からないですね。であとはサラダと、まあ、ハーゲンダッツですね。あとあられもね一緒にいただけました。食事のお味噌汁とかも選べるんですね。あとね別途お水もねいただきました。いや、 やっぱり日系の航空会社ということでめちゃくちゃいいですね。サラダも美味しいですね。それではですね、あと4時間近くねあると思いますので、ちょっとね旅の初日はね私ワクワクしてあんまり出れない方なので、今日もねあんまり出れてないんで、とりあえずね今回のフライトに関してはちょっと休みたいと思います。ということでゆっくりいただいてね、旅にね撮らせていただきたいなと思います。ということで今ね、食事が終わって一段落しているところなんですけども、コーヒーねいただきました。サービスはねありがたいですね。しかもね1回だけ配るだけじゃなくてね、2周したり3周したりしておりますので、たくさん飲まれたい方もね、まあ、1回目でねもらい損ねた方もね非常にもらいやすいですよね。ちょっとねびっくりでした。はい、ということで、あとね4時間ぐらいあると思いますので、もうちょっと、休みたいなと思います。ということでお手洗いにね、やってまいりました。広いですね。はい、
なに広いお手洗い、ボーイング787だとこんなに広いですね。はい、こちらね、ドアがあって、こちら洗面台ですね。で、紙コップ、ティッシュ等々があります。で、アルコール消毒水だと、これはエアフレッシュって書いてあります。あとは、こういった感じでね、便座のシートとかもありますし、まあ、こちらね、エコノミークラスということで、エコノミーなんでね、特にアメニティとかはないですけども、お持ち替えシートとか、ベンチとかもね、ありますんで、いいですね。はい。ベンチってのもなかなか見ないですけど、こんな感じでね、利用することができます。いや、非常に広くてね、入って驚きました。ということで、あとね、2時間のところで、なんかね、悪くなって、目が覚めました。今ね、飛行機が結構揺れてますね。シートベルト着用サインは一応ついてないんですけど、結構揺れております。ということで、あとインドのデリーまで2時間ですね。ああ、エコノミークラス。今回ね、お隣さんいらっしゃらないんで、かなりね、楽に利用させていただいてます。いやー、めちゃめちゃいいですね。ということで、今ね、アナウンスがありまして、到着前にね、軽食提供あるんですね。ということで、まあ、こちら安全のしおりと、駅チケット袋なんですけど、Wi-Fi サービスがあるんですね。はい。1時間で、10.15 ドル。で、JAL カード会員、JAL カード料金でね、割引が受けられるみたいなんで、まあ、これだと 9.15 ということで、あと3時間プランで14デル40セント、これも割引が効いて 12.195、フライトプラン24時間で 18.80、これが JAL カード価格で 16.80 ということで、まあ、大体、まあ、フライト全部使ったらね、2000円ちょっと超えてくるぐらいですかね。はい、あとね、ここから JAL カードを申し込むとキャンペーンがね、適用されるみたいですね。こんなのもやってるんですね、すごい。まあ、でもネットは使えるのはやっぱりいいですよね。まあ、手順も全部書いてあるんですね。これはめちゃくちゃ親切で、それと JAL ショップですね。これは機内販売の案内が載っております。あとスカイワードですね。今回インドネシアということで、これもね、軽く読みましたけど、やっぱりね、 JAL のことはね、中心に書いてあって非常に面白いです。ぜひこれね、今入ってるんですね、こういうのね。なんかコロナ対策でなくなってそうですけども、これね、読めるの結構楽しんでいいですね。まあ、そんなところですかね。はい、もうちょっとしたらですね、食事がね、配られるかと思いますので、それもね、楽しんでいきたいと思います。ということで、着陸前の軽食いただきました。サラダボックスいただきましたね。はい、こんな感じでパンとサラダとチキンですね。いや、美味しそうです。いや、すごいですね。7時間のフライトでこんなにしっかり食事が出るんですね。びっくりしました。ということで、いただきましょう。はい、中はね、こんな感じになっております。美味しそうですね。で、飲み物をね、今配っていただけるそうですね。まあ、一人一人、ね、手で配ってるっていう感じですね。まあ、先ほどそういうアナウンスがあったんですけど、まあ、もともと一人一人手で配ってるのに何か違うみたいなんですけど、ちょっと違いが分かりやないです。ということで、いただきましょう。では、いただきます。チキンですね。あ、美味しい。あと、これはほうれん草のおひたしみたいな感じですかね。ブロッコリー非常に新鮮で美味しいですね。いただきます。ほのかに甘い感じして美味しいですね。今回お隣さんいなくてめちゃくちゃラッキーですけど、搭乗率が低いかっていうと8割ぐらいね、埋まってるフライトなんですよね。本当になんかたまたま空いてるみたいな、そんな感じですね。非常にラッキーですね。普通に前後の方とかは普通に2名2名で座席埋まってますからね。あれ、真ん中の列はね、あのサイド、まあ、542の座席なんですけど、真ん中の座席とかは、4列の端っこだけね、4列の端っこだけ人がいて、真ん中2列は誰もいないみたいな、そういう座席は多そうですね。そんな感じですね。まあまあね、入ってるのにたまたま
磨いてるとね、ありがたいですね、はい、ということで、あとはね、ゆっくり抱いてお茶もらおうかな。今、緑茶配ってお茶いただきました。配ってるのはお茶とオレンジジュースですね。大変ですね。ちょっと入れてきますね。はい、ということで、あとはね、ゆっくりいただこうと思います。あとフライトは1時間ぐらいですかね。まだ1時間半ぐらいありますね。はい、ちょっと食べてね、ゆっくりしたいと思います。ということで、今回ですね、羽田空港からインドのデリーまで、ね、来たわけなんですけども、今回ね、デリーで乗り継いでまたね、JGC 修行ね、開始になるっていう風になりますんで、ひとまずね、ここで一旦ね、動画を見出していただきたいなと思います。次回からね、JGC 修行、本格開始っていう風になりますんで、私のお尻がね、爆発するかしないか、最初からちょっと心配なんですけども、そちらもね、楽しみにしておいていただければなと思います。で、インドからですね、で今回乗り継いで行かせていただくのは、インドから東京を乗り継いでニューヨークに行きますっていう風になりますので、またね、7時間半のフライトをして、その後12時間半のフライトということで、まあ、かなりね、ハードな、ね、フライトになるかななんていう風に思うんですけども、ぜひね、楽しんでいただければなと思います。ということで、一旦ね、ここで動画を切らせていただきますので、またね、次の動画楽しんでいただければなと思います。本当にね、 JAL のエコノミークラスね、多分私10年ぶりぐらいに、利用させていただいたと思うんですけども、いや、食事もね、たくさん出ますし、飲み物もね、たくさんいただけますので、やはりね、日系の航空会社ってのはね、本当にサービスがね、フル満点でめちゃくちゃいいですね。まあ、当たり前ですけど、今回ね、日本路線というふうになりますので、映画等々もね、たくさん入っておりますし、かなりね、楽しんで利用できるのではないのかなと思いました。ということで、久しぶりのエコノミークラスでしたけども、非常に大満足のね、フライトっていうふうになりましたね。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.